こちらは日本発動機師会です。全国発動機師の皆様こんにちは。本日ご紹介しますのは群馬発動機愛好家 MSBC さんのマフラー改造発動機です。なぜマフラーを改造したかと言いますと、ご覧いただいておりますように、排気ガス、排気の煙を、きれいな輪、煙のリングを発生させるためです。MSBC さんは、旋盤を扱うプロですので、加工作業そのものは簡単です。しかし、きれいな煙のリングを発生させるのために、いくつも作り直し、結果、完成したものが、この動画の発動機に取り付けられたマフラーです。発動機を楽しむことには、音を楽しむ、からくりをつけて楽しむ、低速を楽しむ、様々な楽しみ方がありますが、煙のリングを楽しむ、といった、このような楽しみ方もあります。面白いところに目をつけられました。週末は、お近くの発動機運転会へお出かけください。それでは、発動機運転会でお会いしましょう。発動機に栄光を、発動機を愛するあなたに栄光を。ご視聴ありがとうございました。